どうすかこれ。ああ、どっちが勝ち？俺だな、俺だな、俺だな、やっぱり。筋肉痛も効く、腰痛も効くし。腰痛も効く、うん。あとはなんかね、ちょっとストレスを感じてる時とかを、うん、こめかみに塗ったりすると、そのリラックスの効果が得られたり、俺なんかこう鼻のシャリとマリコに塗って寝ることもあるし。そしたら結構あの睡眠の導入時がスッと入れるから。今日やってみよう。爆睡してるけど。これね、余裕で爆睡してる。香りがいいんだよ。あ、匂い嗅ごう。そうだそうだ。ああ、あー、ちょっといい匂い、気持ちいい。うん、スーッと通る。そうそう、もう懐かしいね。懐かしいし、モールブースがあって、今、カハラモールに来ました。あそこがね、ホールフーツね。で、ホールフーツってアマゾンになったわけ？アマゾンと提供してる、あの、アマゾンのプライム会員になってると、すごいビールがある。ほんとに？オーケー。海遊びといえばアロハシャツでしょう、ハワイは。ってことで、お揃いのアロハシャツを買いましょう。お揃いじゃなくてもいいけど、ね、色が違うとかね。勘違いされちゃうからね。本当結構いいと思う。俺こんなも好きだな、普通に好きだな。$89.50、いいじゃないですか。お、気持ちいいね。気持ちいいね。サービス。お、これ好きだな。いい、いいデザインね。いいね。かわいい。あ、これちょっとフォーマルっぽいね、ちゃんと。なんかヒデ君着てるっぽいんだけど、イメージ。着てるっぽいよね、これ。ブレッドツリーの。何ツリー？パンの木。ブレッドツリー。ブレッドツリーって。うん、パンの木ってさ、パンの、パンみたいな匂いがするんだよ。なんだっけ、粉にしてパンケーキに使うっていうのもあるんだよね。あ、こっちレースプーナーか。レースプーナーはハワイアントラディショナルね。でもこの辺がまあ結構普通にハワイで働いてる人とか着てたりする。着てる。意外と普通に普通に着るんですよ、あのスーツみたいな感じで。そうだ、ね、うんうん、ヴィンテージアロハ着てる人はほぼ見ない。そうそうそう、うん、ヴィンテージアロハが、アロハ好きでヴィンテージアロハって言ってるのは、あれなんだろうね。あれはやっぱり観光客、ほとんどいない。いない、ね、いない、ない。だから本当に作業着だよね。作業着であり清掃って感じなんで、で選ぶならまあこの辺、うん、なんかこうあんまり構えないっていう。どっかファンシーなレストランに行くならまあこのぐらいでも全然普通、うん、まあ種類がたくさんあるんで、今回一応縛りを履けようかな。俺とヒデ君対決ね、はい、普段じゃ買わない、見慣れないアロハシャツを買いましょう。 OK。 でもちゃんと着れるやつ、普段も着れる、ちょっと目を引くおしゃれな、面白いじゃんそれって言われるやつを探す勝負。行きましょう、スタート。かわいいんだ。ちょっと海かもな。うん、おお、確かに。お、ハワイだね。島か。そう、島があって。え、地図？地図？地図？そう、地図聞いた。これレインスプーナー。レインスプーナー、うんうん、あー、トラディショナルっぽいね。日本でイメージするハワイのアロハシャツってちょっと違うんですよ。ハワイで着るハワイのアロハシャツって意外と地味なんだよね。柄もシックでいいな。いいね、いいね。うんうんうん、まあそれもあるよね。ちょっとこれ今リストアップ。リストアップね。いいとこ来た。これなんかついたことのある魚がいるな、ここ。ああ、本当だ。え、結構いるじゃない。いるいる。これおじさんでしょ。そう。これトビウオかな。トビウオだね。たまに群れで飛んでるの見る。ウィンドサーフィンしてると。ブダイ？ブダイなんだっけ？ブダイウフ。ウフだ。ウフ。うん。うん、腹に、腹にね、うん、ちょっとでかい ね、切られてる感じが。あ、これね、面白いと思うのが XS って書いてるのにラージが使って、これよくある。ハワイですね、ハワイあるあるですね。あ、ほんと、これかっこいいな。お、かっこいい。普段買わないけど、お、いいじゃん。これいいな、これ。お、来た。そう、俺ね、葛飾北斎のやっぱりあの絵が好きなのね、うん、なるほど、なるほど。いいじゃん、ちょっと着てみたら。
ミディアムね。ノリリちゃんはデザイン的にかっこいいね、ちょっとね。コロナが始まってマスクがショーテージした時に、うん、アロハの生地を使ってマスク作ってさ、みんなに提供しますって言ってもう広告出したんだよね。へえ。はいはいはい、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いい感じ、いいじゃないですか、うん、来た、これ来た、ほらほらほら、オッケーオッケー、俺も探し始めよう。こういうのも可愛いね。パイナップル、トラディショナル系、コンテンポラリー系、そしてカラフルなものから、形もね、いろいろあるんですよ最近ね。あと素材ね、素材、トリーリチャードとかだったら結構ちょっとシルクっぽいものが多かったりするし、あのレイスプナーなんかは結構仕事で着てる人多いよね、やっぱりね、この辺も。あとカハラ、俺ちょっと今回ね持ってないのでカハラにしようかなと思ってるんですよ、うん、決めてるというか2つに絞ってます。1つこれ、これと、うん、ちょっと着てから決めます。あ、もちろんもちろん。とね、うん、これサーフボード系。あー、やっぱりね、うん、今回のテーマはね、ちょっと海遊びということで、いいですよ。派手やね、めっちゃ派手、ちょっと派手で、ね、カハラモールでカハラのアロハを買うというパジャマっぽいかな。言われるとそんな風に気になってきた今。ちょっと、ごめんなさい。こっちは、あー、いい感じだよね。いきなり逆にそう、ザ・アロハな感じね。これ大胆なデザインでさ、ありじゃない、普段も着れるよ、普段着れるね、うん、これからのシーズンさ、やっぱりこう涼しげな感じがあるよね。遊び感がないかもしれないけど、いいんじゃないこれ。ああ、いいね、ね、うん、これが一番いいんだ。お、めっちゃいいじゃん、うん、グッとグッと、めっちゃいい、これ気に入った。肌触りもめっちゃいい。ああ、もうこのまま出ていけるんじゃないかな。いけるいけるいける。カハラね、カハラでカハラ買います。あ、いいね、オッケー。じゃあ俺もこれは一回着てみたら、一回着て、どうですかこれ。あ、どっちが勝ち。俺だな、俺だな、俺かな、やっぱり。あ、いい、荒波に揉まれてる感じ、揉まれてる感じ、葛飾北斎の感じ、これすごいハワイな感じだね、めちゃめちゃ。やりました、やりましたよ。カハラモールで、カハラとレイスプナーのアロハちゃん付き合います。あ、トリリチャード。あ、トリリチャード。トリリチャードか。そう。カハラモールで。かわいいね。ヒル君らしいよ。らしいよね、うん。はい、ちょっとユニフォームにならないようにね、あえて全然違うものにしてみたんですけど、こういう楽しみ方あると思います、アロハ。ね、ぜひ、何かの機会があった時に、アロハ思い出してみて、ハワイに来た時、ちょっと物色してみてください。楽しいですよ。以上、アロハをカハラモールで、母のアロハと、トリーリチャードのアロハを購入してみました。はい。